嬉しい。もう結構でも色落ちしてるけど、今の色は今の色で気に入ってる。大丈夫そう？分かった、ありがとう。普通に見えてる？ちょっと画質悪い？マジか。だね。電波もしおりちゃんのお顔もイケてる、ありがとう。お久しぶりです、どうも。こんばんは、こんばんは。あ、あーあー、ツイートしたのにナングラっていうの忘れてた。もう一回やろう。ナングラ考えましょう。ナングラ考えましょう。オッケーオッケー。2回ツイートしちゃった。まあいいや。眠たいけど待ってました。ありがとう。そうやもんな。明日、ゴールデンウィーク、まあなんか10連休の人はさ、今日までか。今日が最後やったんか。明日から仕事の人もいんのか。まあずっと仕事やった人もいるけど。こんばんは、ナングラの大喜利しに来ました。こんばんは、しおりちゃんお帰りなさい、ただいま、ありがとう。こんばんは。では早速行こう。早速もう考えていくよ。僕は考えていくよ。私でもさ、明日からお仕事頑張って。ハサミ、あ、やばい、部屋の中映る。まずはしおりちゃんの答えをどうぞ。私の答えは多分これ、いや、あんま言わん方がいい。そう、今回の、今回のナングラのお題はゴールデンウィーク、何やっけ、関西人がやらなさそうなこと23位ですよね。え、お題ってゴール、関西人がゴールデンウィーク中にやらなさそうなこと23位ですよね。あー、もう関西が書けないわ私。これ合ってんのかな。関西ってどうやって書くん。関西ってどうやって書くの。こうかな。関西、お題合ってますか。関西人がゴールデンウィーク中にやらなさそうなこと23位。ちゃう、かけたよちゃんと。関西、ほら見える？うん、関西じゃない、関西。全然見えま、ほんでメモ帳の柄となんかメモ帳の柄になんかかぶって全然何も見えんっていう。あ、これちなみにシロタンのなんか何くじ引きで当たったやつです。髪が静岡
確かになんか温泉の。G の癖？え？ G の癖？え？見えよく見えたな。これ関西人がゴールデンウィーク中にこれやろう。G。え G？ 私 G こうやって書くんですよ。G ど。いや小文字はこうやん。あ全然見え。小文字こうやん。あ全然見え。早く答えて。だからあ私がじゃあ考えたのはでもさこれ23位じゃないなって思って、私が考えたのはあの通天閣に新しくあのスライダーができたんですよ。それに乗りに行く通天閣のスライダーに乗りに行くをしない関西人は。わざやっぱさ地元の人ってさわざわざじゃあ自分の有名な土地の観光スポット行きますかって言ったらさそうじゃないやん。あんまり行く人少ない気がするんよね。私はそうやった。知らんけど他の人がどうかは。でしかもさその新しくできたけどなんかえそうスライダーできました。この前小島乗ってましたよね。あ乗ってないか。10位くらい通天閣行かなさそう。そうだから23位じゃないなって思って。さあ皆さんどうでしょうか。どしどし。そう通天閣になんかスライダーができて何円やっけ3億円とかかけたんやっけ。そんなにかかってないか。でそれがなんか災害時にもなんか使えるんだってよ。災害時にも。そうそう。あ小島乗ってたよな。あがびっくりして今さ私言ったらあかんやつなんか収録かなんかでさ言ったらあかんやつ言っちゃったんかと思って一瞬ビビったけどよかった放送されてた。よかった。フーアがリアルで通天閣行ってた。フーアどこ出身？大阪やっけ？もんじゃ焼きパーティー？もんじゃ焼きパーティーね。はいはい。でゴールデンウィーク明け初日のずる休みの言い訳を考える。これ関西どうやろ関西人はゴールデンウィーク明け初日明日か初日の言い訳考える。初日のずる休みの言い訳を考える。確かに確かにやらんよな。23位やなこれは。言い訳考えるのは23位やわ。阿部のハルカスのの展望台に行く。この前行きましたよ阿部。あ違うわキューズモールやった。阿部のハルカスってどこ。キューズモールと違うちょっとわからん。京都に行くのにゴールデンウィーク混雑を避けるため新大阪から。あ、ふうは鳥取。あ、でもこちらへんか一緒ぐるのところか。ちょ道頓堀に飛び込むはちょっとあの私ツイートできんわそれは。ちょっとねいろいろ問題ですから。お好み焼き、お好み焼きとたこ焼きの合わせ食い、たこ焼きの
合わせ食い。くっそ字汚いな私。グリコの看板を取りに道頓堀に行く。どうだよ、23位より下じゃない？いやごめん、考えてもらっといて、そんなこと言ってもういかんかんかん。はい、グリコのグリコの看板、看板を取りに道頓堀行く。やらんな。でも私ももう大阪来て 7年目になりそうだけど、もう何年もグリコの看板の前で写真なんて撮ってない。ゴールデンウィークやからってわざわざやらんな。関西人がゴールデンウィーク中にやらなさそうなこと23位。ショールームで推しと大喜利を考える。あーショーが書けんわ、もうあーショーが書けんわ。これ合ってんのかな。出た、道頓堀ドンキの観覧車に乗る。え、あれって乗れんの？え？え、道頓堀のドンキの観覧車って乗れんのあれ？え、そうなん？え、あれ乗れるん？マジ？え、本当ですか？嘘ですか？本当？嘘？マジ？関西人がゴールデンウィーク中にやらなさそうなこと23位。知らんけど言わない。たこ焼き器でおにぎり作る。どうやって作るの。やらんな。でもそれも串カツソースつけ放題。甲子園の前で愛を叫ぶ。旅行でオプションをつける。旅行でオプションをつける。23位。やらなさそうなこと。え、乗れんの？本当に？昔乗った？どうやった？あそこから見る景色ってどうなんやろ？ちょっと気になる。いくらすんの？ミサチョス、誰ミサ、ミサ、ミサチョスって誰？ミサチョス乗ったって言ってたような。誰ミサチョス？言いにくいな。ほんでミサチョス、逆に乗れなかったらあれは何？え、私あの道頓堀のドンキの観覧車あれずっと飾りやと思ってたんですけど、バッカでかい飾り、あんなあれにいくらかかったんやろう、乗れんのにってずっと思ってた。うせやん、すごっ。もうさ、23位が絶妙にむずいよね。
ボケても愛想笑いする。ボケても愛想は笑いする。みさきちゃん、吉野みさきちゃん、ミサチュスっていうの。やらなさそうなこと。バニラのトラックに乗る。バニラのトラックって何？え、何？なんか車の機種、なんか種類の話ですか？物販で帽子と歯に青塗りつけてジューショットチェキ撮る。どう、すごい癖が強いチェキ。食い倒れ太郎と記念写真。もんじゃ焼きパーティー、ゴールデンウィーク。バニラって、あ、バーニラ、バニラ講習。あの道端、あの俺の風俺の風とか。あれか、あれって関西だけなんですか？よくあの難波とか心斎橋あたり歩いてたらね、よく通ってるトラック。あれ本当頭に残るよな、あれ。曲がる。俺の風も知ってたんや。最近知りました。関東でも走ってるんや。愛媛では見ませんでした。まあ、あの田舎に住んでたんでちょっとあれですけど。しおりちゃんが歌うと可愛い曲に聞こえちゃう。バーニラ、バニラ。何屋さんなんかちょっとよく分かってないんですけど私。名古屋にも走ってます。もうあかん、何ぐらいの話にしよう。私がしだしたんや、ごめんって。キャバクラだけ、あー言いそうなんや。関西人がゴールデンウィーク中にやらなさそうなこと第23位、もんじゃ焼きパーティー。ゴールデンウィーク明け初日のずる休みの言い訳を考える。あべのハルカスの展望台に行く。お好み焼きとたこ焼きの合わせ食い。グリコの看板を取りに道頓堀に行く。ショールームで推しと大喜利を考える。知らんけどって言わない。旅行でオプションをつける。ボケても愛想笑いする。関西人ってゴールデンウィーク何するの。確かにか、この中であの関西人でゴールデンウィーク中何しました皆さん。急に。ユニバをバーサルジャパンと呼ぶ。ユニバをバーサル、え、あ、ユニバじゃなくてバーサルジャパン。その後半の方で呼ぶってことか。標準語の練習。ゴールデンウィークにやらないこと1位なんだと。やらないこと1位、やらないこと1位か。関西人やろ。ほんでやらないこと1位、ね、今じゃあ23位考えなあかんね。
そう、私もさ関西の人じゃないからさ、ほんまに標準語の練習。ゴールデンウィーク中はずっと寝てました。いいじゃん、寝よ寝よ寝よ、寝れるときにな。 NGK に新喜劇見に行った。おー、いいやん。私もね行ったことないんですよね、まだ。アメちゃんは誰かにあげる。こんばんは。大阪城公園で餃子を食べる。大阪城公園嘘、いいコメント見逃してるって。ちょっと全然ごめんなさい、ピンとこなかったんかもしれん。嘘、なんかあった？マックっていう、関西の人ってなんて言うんですか？ドナルド？たこ焼き器を売り飛ばす。こんなんどれにしたらいいの？どれにしたらいいの？みんないっぱいくれるから迷っちゃうんやけど。髪色いいね、ありがとう。20位までは知ってるんやけどな。20位までは。そっか、こんばんは。せやなを言わない。あ、ドナルド、違う、まあ、マクドっていうのね。マクドナルドをドナルドと呼ぶ。迷う。みんな決めて。ね、みんな決めて、みんな決めて。もう私には決めれんわこれ。もうこれあかんわ。ちょっとページ見やすい。うわあ。
関西弁禁止ボーリングし、もうそれやばいな。関西弁禁止ボーリング。いいな関西弁。誰も喋れんぞ関西。あ、また関西かけん。関西西ね。オッケーオッケー。関西弁、あ、弁かけん。禁止、禁、禁止ボーリングをね、わざわざしに行くっていうね。ボーリング丸に、関じゃなくて西で悩んだ。そう、関西かけ西が、あと何かな。知らんけど言わない。あ、ごめんなさい。ボウね。そう、うわ、ボーリングやってたのに伸ばしちゃった。ボーリングって、ボーリング、ごめんなさい。ラウンドワンさんと約1年ぐらい、半年、ボーリングスコア200目指してやってたのに。ボウリングです。丸三、ボケてもあいそ笑い。そう、ボウリングなんですよ。ボーリングじゃなくてボウリングなんです。で、そう、私もボーリングやり始めて知った。あと、あの何、ガーターじゃなくてガーターやっけ、ガーターやっけ、ガッガッ、ちょっともう忘れた。今までで良かったのは関西弁禁止ボーリング。丸四、もんじゃ焼きパーティー、ゴールデンウィーク明けの初日にする休みの言い訳を考える。ゴールデンウィーク明け、ガタ、あんまり選択肢多くしすぎたらあかん。バナナの、バナナのイントネーションで関東人と喧嘩みたいなってことか。バナナ、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 どっちやろ。待って、バナナ、バナナ、え、どっちも言うわ。バナナも言うし、バナナとも言う。
あ、今そんな話してない。それが関西と関東で違うよね。え、関西はどっちなん？バナナか。で、関東がバナナか。待ってよ、投票投票投票だ。1、2、3、1、2、3、4、5、いだ。2、3、4、5。待てよ、みんなまだせんといてよ、まだせんといてよ。関西人がゴールデンウィーク中にやらなさそうなこと。1、全然見えんな。関西弁禁止ボーリング。2、知らんけど、ごめんね字来てなくて、知らんけどって言わない。あ、もうみんな投票していいよ。3、ボケても愛想笑い。4、ゴールデンウィーク明け初日のずる休みの言い訳を考える。5、標準語の練習。え、順違う、ごめん。やらなさそうなこと、関西人がやらなさそうなこと、23位です。やらなさそうなこと。1、関西人がゴールデンウィーク中にやらなさそうなこと、23位。関西弁禁止ボーリング、知らんけど言わない、ボケても愛想笑い。4、ゴールデンウィーク明け初日のずる休みの言い訳を考える。5、標準語の練習。しゃあもう陽気かな。今来ました、お。じゃあもう一回言うな、3回目。関西人がゴールデンウィーク中にどれもちょっとやりそうなんだよな。ちょっとやりそうでやらないね。関西弁禁止、知らんけど言わない。そう、ほんまむずい。どれもちょやりそうでやらん、やりそう、うん、でやれればやりそう。オッケー。これどうやって見るの？2、知らんけどって言わないが1番。え、これさ、スクショしとこ、スクショしとこ、えい。え、これさ、メンバーと被ってないよな、メンバーと被ってないよな。被ってたらじゃあ、多い順にしていくな。明日ずる休みはメンタル強い、確かに。え、実際どうなんですか、関西の方知らんけどって言いますか、どうなん、言うの、知らんけどって、うん、ちなみに私はでも言うんですけどね、関西人じゃなくても。え、てか私なんか昔からなんか言ってた気するんやけどな、入る前から。言う、関西の人言う、めっちゃ言うよ、知らんけど。めっちゃ言うかな、言いがち、あえ、めっちゃ言う、知らんけど。言うてるやん、みんな、めっちゃ。こんばんは。関西人ってメンタル強そうという偏見。確かに確かに、そういうイメージはあるかも、メンタル強そう、うん、イメージ偏見やけどな。みんながみんなそうじゃないのは分かってる。個人的には最後より最初の方に言う、なんか知らんけどさって。あー、なんか知らんけどさ、確かに。子供の頃から言ってる、知らんけど。メンタルは東京が一番強い。そうなんや。ああ、知らんけどって言わない、知らんけど
して最後に付けるのはどう？ああ、なるほどね。ツイートにってことね。知らんけど、関西人がゴールデンウィーク中にやらなさそうなこと。23位。やらなさそうなこと。知らんけどって。むずー。もうこれにしよう。もう1位になったんやからな。そう、もうこれにしよう。はい。皆さん、ありがとうございました。一緒に考えてくれて。関西人がやらなそう、ゴールデンウィーク中にやらなさそうなこと23位は、知らんけどって言わないになりました。ありがとうございました。23位がやるかやらないのかって捉え方が違うよな。そうよな。23位をやるかやらないか、これに毎回悩まされるメンバー。いや、もう一緒に考えてくれて、みんな毎回ありがとうございます本当に。お、間違えた。もう今回は皆さんあれですよ、でもスタバじゃないけど、スタバって書いてないけど、多分スタバのチケットがねもらえるから、人気コーヒーショップのさチケットってさ、どこなんやろうな。人気コーヒーショップどこなんやろうな。もしかしたらスタバじゃないかもしれんやん。そう、タリーズとかさ、ドトールとかかもしれんから愛媛にスタバないもんな。あるわさすがにあるわ。喫茶マミーじゃないですか。どこ有名なんでかな。関西ってエクセル見ないね。エクセルって何？なんか何エクセルって聞いたことあるな。何やっけ？エクセルシオール、何エクセルシオールって、エクセルシオールカフェ、なんかパソコンかと思った私なんかパソコンで使うやつかと思ったんやけど、エクセルシオールカフェ、エクセルシオールカフェ、江坂とかにある。ああそうなんや、全然行かんない江坂。関西の人って今ねテレビつけててさ、野球のニュースやってるんやけどさ、関西の人ってさ、みんなが全員が阪神応援してるんですか？え、絶対どうなん？もうみんなマジで阪神大好きみたいな。阪神よな、関西ジヒーさんが好きなんて。そんなわけない、そんなことない、そんなことない。オリックス好き？あ、オリックス。そうじゃない人もいる。ロッテ。全員ではないと思う。そう、私もさ野球そんなに見んからさ、
まずどこのチームがね、急にさコメントが野球の話になったらみんな好きなんやな。やっぱ巨人ファン。そう、まずさ大阪、そうどこ、そんなことないんや。なんかもうさ私たちはさグループとしてっていうか、まあグループでさ、はん、何トラさんのを応援させてもらってるじゃないですか、メンバーが。だからそれしかイメージなくてさ、そもそもタイガースは兵庫県のチーム。じゃあ大阪はどこなんですか。オリックスも関西の球団。全員ではないけど阪神が負けた翌日は関西全体の仕事のモチベが落ちる。そうなんや。まあでもそれぐらいやみんな見てるんや、それを感じ取るぐらいさ。やっぱみんな野球見るんですね。まず私ルールすら知らないからさ、あのさ打ってもどこに走ったら、まず右左どっちに走っていったらいいかも分かんないですよ私。本当にルールすら知らん。ベイスターズファン。生まれた時から巨人ファンです。すごい。生まれた時からはすごいな。そもそも12球団言えない、野球知らない。22球団って何人のスポーツかも、あ、何人のスポーツかも知らん私。野球マジマジマジ何人、想像で言うな。野球はそうやな、11人ぐらい。多い。11人ぐらい。どう。9人のスポーツですか。ごめんなさい、それはサッカー。本当に分かんない、マジで。ぼっちゃんスタジアムは近い。どこに あるっけあれ。ごめんなさい、今11人適当に言ったけどサッカーが11人っていうことも知らなかったです。はい、いやー、見に行きたいんですけどね。全然興味ないとかじゃ、興味ないから知らないかもしれんけど、興味ないとかじゃないけど、全然なんか見に行きたいなとは思うよ。ルール知らんけど。しおりちゃんはセカンドっぽい。何セカンドって。ルール知らんかったらおもろないで。そうなん。でも行ってみたいよ。前も言ったなこの話。この話前も言ったな。
野球知らなかったですが、親に連れて行ってもらった時は思ってたより楽しかったです、うん、ルール知らなくても面白いんかな。ルール知らんくても外野席でビール飲んでたら楽しいよ。いやもうね、うわそれは楽しいわ。ビールあったらもう何でも楽しい見るな。スポーツ観戦もしたことある。それこそ野球はあのちっちゃい頃にあるんですけど、大きくなって記憶があるうちは何、記憶っていうか何、最近はない。マジで見に行きたいんですよね。私スケート見るの結構好きかも。マジでさ見てられるよね、ずっとあれは。ちひさんがさ前にスケートのさ動画とか SNS に載せていた時も何回も見終わったけどまた戻してって何回も見てたもん。すっごいな。球場でお酒飲んで知らん人と騒ぐ最高。わー楽しそう。なんかサッカーとかでさよくなんかご飯屋さんでさみんなでテレビ見ながらさ一緒に盛り上がってんのとかさニュースとかでも見るよね。楽しそう。ね、今思った私野球もスケートも見に行きたいって言ったらちひさんね、どっちも得意。初見です、ありがとうございます。水田です、水田です。好きなスポーツ、スポーツが本当に苦手やった人間やからな。下ネタやめてくれませんか。私は見逃しませんよ。ごめん、これ下ネタじゃなかったらごめんな。やば、もう55分やで。みんな55分やで。ナイターの野球ですけど。いや一応文化部。ねえみんな、そうや、もう0時回ったらゴールデンウィーク終わんで、ね、みんな終わんで、ね、みんな。あ、そう、今日さあのさこの指輪をね新しく買ったんですよ。何個かセットになってるやつさ。ほんでさこの小指のさもうこんなちっこいさ細いさやつをね、そう買ったばっかりで、でつけたままで練習してたんよ。そうつけたまま練習してたらさマジ落ちてさ床に。こうふなんかペってやったらこうシュって抜けちゃってさ、あ今もどっか行った、抜けちゃってさ、で買ったばっかりやのに買った何時間後かになくすってって。そうあのさ床がこういうなんていうの、床って茶色い床でね、そう劇場の床で、しかもこんな細いのさ落としたら終わりやん。そう困ってたらあのトレーナーさん、いつもなんか私たちの体のケアをしてくださる方と貞野さんがいたんで一緒に探してもらってそう結局あの何番号のね札0123456って
レッスン上に貼ってあるんですけど、バミリ、そう、それの紙が黒いんですよね。数字の周りが黒くて、そこにちょうどポンって載ってて、奇跡的に見つかりました。そうだから今日はそう、佐野さんとトレーナーさんに感謝でした。はい、佐野さん見てる？絶対見てない。佐野さんありがとう。一緒に指輪探してくれて、後輩をこき使う先輩やめて、違うから。じゃあね、見つけにくくてさ、そう、じゃちょっと諦めかけたんやけどな、全然見つからんかったからっていう、最後に指輪の話をしました。また公園見に行ける、楽しみにしてます。今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様です。皆さん今日も一日お疲れ様でした。水田さん、はい、マジお疲れ。明日から仕事の人マジで頑張って、ほんまに。毎日仕事だった人も明日から引き続き、はい、お互い頑張りましょう、マジで。はい、じゃあありがとうございました。これ多分そのうち勝手に切れる。お邪魔しました。はいはい。ありがとう。うん、おやすみ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 、チューしてくれやって。おやすみ。手相バレる。